こんにちは、今日は東祖谷の東祖谷中学校に、卒業生に、ノートの贈呈しに来ました。この学校今年も、作文かなんかで全国優勝して長官賞をいただいたようです。田舎でありながらも一生懸命に頑張っている作文力があるようです。頑張ってもらいたいと思います。さよなら。